はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアを始めていきたいと思います。今回は、7位コーチシマントス戦です。ちなみにメンバーはご覧の通り、 D 以下が1つしかないですね。前にあったエルドラド、欧州ほど S は多くないんですが、村がないっていうようなチーム構成になっています。どうかな。ストッパー、ダイナモ。アタッカーは結構限られるという。守備が硬いチームですよね。で、配列がこうなってますね。442ですね。ヨナミネがもう前へ出てますね。こういう、見てみますか。ウィングバックですね。352。こんな感じかな。ひとまずこれでいってみましょう。DF の攻撃参加は減るでしょう。その分守備的と言えますっていうことですね。そしてですね、初のホームグラウンドです。さあ、ホイッスル。当たりが強い。うまく前に出していきたいが、ノーホイする。うまくワンツーしたが、なんかこれはいいのか。これは取られそう。まあ相変わらず足早いですよね、こちらも。新田。
直接シュート。押し込んだ方が強いんですよね、このゲームは。ちょっと追いつきそうにない。スローインを拾ったが、さあ、ゴール前まで上がっていった。萌えから、ミオ、もう一度萌え。ああ、取られてしまいました。えらいオフサイドゾーン上がってますね。こんな、ゴール手前とは、逆に言ったら、結構守備が上がりすぎてるよ。危ない。ここは救われました。ちょっと守備のゾーンが上がりすぎじゃないの、これ。こちらもオフサイドですか。ファールか。あーっと、緑、イエローカード。正面からぶっこんでしまいましたからね。おっと、緑1対1になって、先取点。いやー、当たり強いですね。ここすごいな。隙を逃さず、直接シュートを決めました。おっと、やばい、危ない。おっと、彩香が結構ゴール前守ってますね。352いいかもしれないな。ただ、さっきちょっとラインが上がってしまいすぎてたのはちょっと要素です。取りますね、拾いますね。さあ、くるみがシュート。これは無理があるが、まださあ、アディショナルタイムへ。前半終了ですね。まだか。守備が結構負荷が大きいですよね。取りましたね。おっと、マナミ。落ち着いていってます。さあ、そこに弱いかも。おっと、これで一気に。スタミナが落ちてます。一気に変えましょう。こう変えるときは一気に。変える判断をする。まどかとみおか、どっちを変えるかだよな。おっと、さつきが、これはちょっと無理があったか。奈々子がくるみに渡ったが、これはキーパー正面だった。ん？緑。おお。攻めてますね。さあ、ここにミオがいた。誰だ？緑が飛び込んだが、ガーッと、2点目はならず。さあ、ここで、丸ごと選手を変えます。交代枠を使い切りました。ここは気をつけないといけないよ。飛び込んできた。
これは広末が取ってます。おっと、切り際になってますね。前です。チミナーはうまい。そして縦パスを上げる。ここですね、きっちり拾っていくってとこがいいですよね。おっと、反対サイド。しかしこれをカバーされた彩香が遅い。おお、守りました。そしてN1 初勝利。しぶとく拾いに行くとこがいいですよね。ピラニアのように拾っていってる感じがする。そしてこの一瞬の隙を逃さなかった緑が見事だった。結果的にこれが決勝点となりました。その後はチャンスはお互いにあるんですけど点は入らず、は結構危なかったかも。ここすごいですね。ピラニア、ピラニアのようにチャンスを与えないのはすごいと思います。枠内シュートも1本しか打たせませんでしたしね。課題も9個いただきました。ありがとうございます。さあ、これで7位ですか。シマントスが2連敗か。さあ、いよいよ1位の筑波大釜ですね。その前に選手を獲得していきたいと思います。玉絵がいいですね。浅見が6000万、まだ浅見いるのか。玉絵をちょっと獲得したいと思います。オファー、本当？というわけで、まあ、あれ、穴が少ないのがいいですね。あと、まあ、キーパーも確保していきたい感じですね。さあ、次は首位の筑波大釜です。これはさすがに強いでしょう。このような体制で、まあ S が多いのは分かりますね。やっぱり D もやるんですが、やっぱり SA の数が目立つ。特に S が多いし、各選手が個性があるんですよね。で、守備をきっちり固めるチームなので、そうそう簡単に点が取れるとは思わない。最近はカナとミユキを確保してます。みゆきは結構高額で確保したのでし、日本代表なので、ってほしいですね。このみゆきは実は筑波大釜から確保してるんですよ。そういう意味で筑波大釜の戦力弱体化にもつなげていってるのかなという気はします。はい。というわけで、2戦目にして、
N1 初勝利を挙げることができました。非常に良かったと思います。はい、ゲーム動画で以降ではですね、チャンネル登録者数増やしたいと考えております。よろしければあのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しく思います。高評価コメントもお待ちしております。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。YouTube の、動画の動画アップされてる方、まあチャンネル登録していただいてですね、コメントをいただけばいいことがあると思います。詳しくは言えないんです、まあ言えないんですがいいことがあるかと思います。何人目登録したとか言っていただければ分かりやすいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。